井本健一郎は、岡山県戸又郡鏡野町出身の地方政治家。鏡野町長を務めた後、1999年より、岡山県議会議員を務める。鏡野町長時代に、鏡野町総合計画の子供を大切にの主題から、キャッチフレーズに、日本のペスタロッチタウン、鏡野を定めた。ペスタロッチ像を建て、ペスタロッチゆかりの町であるスイスのイベルドンレバンから、 ケルネン市長夫妻を招いて、ペスタロッチ祭を開催した。1996年に、鏡の町とイベルドン市が、ケルネン市長夫妻ら8名、井本健一郎夫妻ら10名、在住ネーブ日本政府代表部から2名が出席して、有効検証を締結した。翌年、第1回有効都市交流事業を開始したほか、すべての小学6年生の児童を対象として、 ペスタロッチ賞の表彰なども実施した。町を挙げての取り組みが高い評価を得て1997年10月3日、鏡野町は地方自治法施行50周年記念式典において地域振興部門の県知事表彰を受けている。2016年現在、県議会会派の県政会に所属している。2010年4月7日、自民党の70歳定年制により、 参議院選挙の公認が得られていない、片山虎之助の追加公認を求める要望書を大島忠盛自民党幹事長に手渡した。また、同年4月17日、東京都内で開かれた全国地方議員緊急集会で民主党への陳情の一元化反対を訴えた。ありがとうございます。